かき、こし健んは、岐阜県高山市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。高山市立北小学校在学時に、軟式少年野球チームの北アルファードで野球を始めた。高山市立中山中学校では、軟式野球部に入部するか迷ったが、同学年で地域の有名な野球少年だった、ネオアキラと一緒に野球がしたいという理由で、日だ鉱山ボーイズに所属した。 当時のチームは、ネオがエースであり、柿きこしのポジションは2番手投手兼内野手で、最高成績は、第46回日本少年野球選手権、大会寄付支部予選の準優勝だった。山梨学院高校入学時、直球の球速は、時速 130km 台だった。2年の夏に控え投手として、第99回全国高等学校野球選手権大会に出場。 初戦の前橋育英高校戦では1イニングを0点に抑えた。高校では下半身トレーニングを中心に行って体格を良くしていき、3年時には太もも周りが68センチメートルになるまで成長した。新チームからエースとなり、3年夏の山梨県大会は初戦の山梨高校戦で9者連続三振を奪うなど力を発揮した。この試合を 中日ドラゴンズ編成部長の松永幸雄や、チーフスカウトの米村明等が観戦しており、直球の力強さに感銘を受けて、指名推薦へ決断した。背筋を痛めてその後は、リリーフに回るが、チームを第100回全国高等学校野球選手権大会、出場に導いた。だが背筋を痛めた影響もあり、初戦の高知商業高校戦は6回途中10。 失点と打ち込まれ、チームも敗れた。2018年のドラフト会議では中日ドラゴンズから5巡目指名を受けた。2018年11月10日に契約金3000万円、年俸550万円で仮契約を結んだ。背番号は61。2019年は2軍で15試合に登板した。2020年は1軍、2軍ともに登板がなく、 11月26日に球団から来季の契約を結ばないことが発表されたが12月8日に育成選手として再契約した。最速時速1 4 6トルのストレートを投げる。変化球はスライダーを中心にカーブ、チェンジアップを球種として持つ。ドラフト会議指名時には体格も良くパワーで押せる左腕、変化球のコンビネーションも使え。 試合を支配できる、優れた投手と評された。プロ入り後は、球速が落ち、2021年時点のストレートは、時速1 3 5トル程度。しかし、二軍投手コーチの朝尾拓也は、いかにも速い球を投げそうな堂々としたマウンド捌きで、ありながら球速が遅い点を逆に評価しており、時速9 0トルのスローカーブと組み合わせて、打球を詰まらせたり、 打者を泳かせたりといった投球術を見せる。同じくドラフト会議で中日ドラゴンズに指名されたネオ・アキラとは中学時代に飛田鉱山ボーイズでチームメイトの間柄であった。ありがとうございます。